本日は永田春樹選手に来ていただいております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の練習で一番良かったプレーは何ですか？自分でドリブルができたものです。はい、じゃあ好きなサッカー選手はいますか？宇佐美選手です。宇佐美選手、じゃあ宇佐美選手の好きな理由は何ですか？ドリブルやフェイントが上手いです。なるほど、ドリブルやフェイントが、ね、上手くなって宇佐美選手になれるようにこれからも頑張ってください。最後めっちゃ大きく、ありがとうございました。ありがとうございました。